赤子の手をひねるより簡単って言ってるやつ絶対サイコパスだと思います。どうもカナタカナです。ということで、今回から始まりましたね、新イベントでございます、バラの王国のホワイトラビットフェスということで、完全にもうアリスモチーフ、今回出てますね、左下デュースエペルということで、デュースの故郷イベントバラの王国でございます。でちょっとあらすじ読んでいきましょうか。もう可愛いハートの女王に仕えていた白ウサギを称えるお祭り、ホワイトラビットフェス。お祭りに合わせて帰省するデュースについていくことになった主人公たち。今回はなんか円満な感じでついていきそうだな。今まで連れてっての感じだったからね、無理やりな感じ多かったから。デュースの生まれ育った時計の町では、時計店や部品工場が集まる小さな町。なるほど。白ウサギのモチーフで飾り付けられた公園。公園普通の公園。食べ歩きにぴったりなフード、だいたいいつも食ってんだ。さらにちょっと気になる建物やイベントも。全部気になるけどねなるほど。デュースの故郷は時計の町ということで、まあ確かに冒頭にね、てめえの体よりクソでけえ時計をぶら下げたあのウサギがせせせせと走っていく、まあ不思議の国に行くきっかけになったキャラクターでもあるからね。そう考えると面白いな。じゃあデュースと一緒に時計の街を散策しようということで、こちら登場キャラクターがデュース、エペル、そしてオルトにシルバーということでね、1年生だけかと思ったらここに2年生のシルバーが入ってくるという、またどういう感じでつながるのか。1年生とシルバーとね、1年生たちがどういう風に絡んでいくのか、まあ気になるところでございますが、押す、押せおちょっと今チラッと見えたぞ。なんかチラッと見えたぞ。え、背景じゃなかったじゃん今、チラって見えたけど。あ、ウサミの耳飾りね。ウサミって言った今ウサミ、なんかこれ授業してたらなんかポン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 落ちたんで、スタンプ、あ、スタンプミッションか。ちょっとね、あの3日ぐらい焼けてからのスタートになりますんで、スタンプミッション急いでやんないといけませんね。やだよ、男子高校生がウサギの耳つけてんのなんかやだよ別にいいけどさ、文化祭のノリみたいになりそうだ。おお、時計の街これ、うわー早く見てえな。懐中時計を集めろってことね。オッケーオッケーオッケー。ということで配布カードここに見えてるけど、オルトとシルバーと、うん、ああなるほど。この辺もいつもと一緒な感じ。家具も、あ、家具やりてえな。あ、10個もくれる、ありがとう。あ、このスタンプミッションの背景だったか。あ、すごいすごい、うわ全然違う。何その一回背景映るやつ、一回ネタバレ挟むの。なんだ帰省トゥゲザー。あ、絶対ルー大芝出てくん、トゥゲザーって言うと半壊半分外の渡り廊下ってことね。ギリギリ間に合ってるわ。今回のイベントエースとか行かないのかな。同じバラの王国でもやっぱちょっと地域とかあるんだろうな、その辺は。朝からバタバタちょっと忙しいの。なんだなんだ、誰が走ってんだよこれ。わかるよ、ダダ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 よ。そんななんかカッカッカぐらいだけど遅刻だ同じ部屋のエースどうしたなあ。急がないと遅れる。何に、大変だ大変だ。あ、てかこれが白ウサギじゃん。ああそういうことか。デュースってもしかして白ウサギの要素があんのかな。このままじゃ朝のホームルームに間に合わない。優等生を目指している僕が遅刻するわけには。ん？俺らもかい。いいいい、遅刻していても神様とグリムじゃないか。俺らも遅刻か。よーデュース、おはよう。遅刻遅刻、俺もかい。遅刻すんな、もうなんかいいよ、堂々と行けも。逆に、それこそ逆に。ああ、おはよう。同じクラスだよな俺ら、 1A だよね。できれば教室でゆっくり挨拶したかったな。お前、俺らはまださ2人だからいいけどさ、お前寮の同じ部屋のやつら、お前たちも遅刻ギリギリだな。寝坊でもしたのか。その通り、グリムが寝坊したんだよいつもっぽ、グリム寝坊しそうだもん。しっかりしろよ。お、人のこと言えねえだろお前、この野郎って僕が言える立場じゃないかちゃんとすぐに反省をする、そこがデュースのいいところ。僕も寝坊してしまったんだ。優等生にあるまじきことだよな。別に優等生だって寝坊ぐらいするよ、人間なんだからさ。デュースのことを優等生と思ったことなんか一度もないんだぞ。でもグリムすげえ言うじゃんお前、急に言葉の刃すごいな。うっそしてこの顔である。とにかく急ごう、ホームルームが始まってしまう。クルセムチで引っ張たかれるんだろうな多分な、遅刻なんかしたら。もう昼休み早っ。え、昼休みまで遅刻したわけじゃないよねいつもの大食堂。ふぅ、朝から走ったからお腹が空いた。あ、お前しかも陸上部だから走るのは得意じゃんか。いいな、俺走るの得意じゃないんだから。お、急に。あ、デュース君、お昼一緒に食べない？ここでなんだね。あ、構わないぞ。神様とグリム、オールトも一緒なんだな。うん、
さっき廊下で会ったんだ。俺らとデュースはさ、同じクラスなんだからさ、一緒に行くとかしたらいいのに。なんでこの学校って個人行動が推奨されてるの？神様さんとグリムさんと最近流行ってるコミックの話をしていたところだよ。へえ、何流行ってんだ？エペルフェルミエさんにもおすすめしようと思ってついてきたんだ。そういえば神様さんから聞いたよ。何を？今朝寝坊して遅刻したんだって。いや、俺らもなのよ。それ俺らもなんだよ。ギリギリ間に合った。遅刻はしてない。教室に入って5秒後にクルエルが来たんだぞ。あー、あるやつね。先生より先いればセーフのやつ。クルエルの顔めちゃくちゃおっかなかった。ブルブル。なんだブルブルって。そりゃもう5秒だからね、多分クルセ見えてるよ。それあいつら今入ってったなって。うわーうわー、想像したくないな。想像したくないんだやっぱ。どうして寝坊なんてするんだろう。学園の始業時間は毎日決まってるでしょ。あの、なんか人間ってね、だんだん年取ってくるとね、早起きができない生き物になってくるんだよ。血圧とかの問題で。教室までの移動時間から逆算すれば起きる時間は確定すると思うけど、逆算するんだね。まあやっぱそういうところはちょっと機械チックだけど、逆算とかする余裕ねえのよ。朝って体感早いからさ、俺と。それちょっとプログラミングしといて。分かってるんだけど、昨日はちょっと寝るのが遅くなってしまって。お、勉強なわけねえか。何してたんだ。こいつ母さんと長電話してたんだ。おお、お母さん大事にしてるね。やっぱ日曜日に僕の地元時計の町に帰るから、その件でいろいろと。あ、調べてる。時計の町、バラの王国の大陸南に位置する小さな島だね。へえ。帰省の許可を取るの大変だったんじゃない？日曜に何かあるの？ホワイトラビットフェスっていうお祭りが開催されるんだよ。ああ、お祭りに反応しちゃった。お祭り大好き人間。人間じゃねえ。人間じゃなかった。とは言ってもそんな大規模なものじゃないけどな。町の人たちが楽しみにしているちょっとしたイベントなんだ。僕はもう何年も参加していなかったんだけど。ほん。母さんから連絡を受けて。あ、何年もってことはあれか、不良に転身してから何年も参加したかった。あんなガキくせえやつとか多分思ってたんだろうな、不良の時は。今年は久しぶりに見に行くことにしたんだよ。見に行くなんだね。祭り？イベント？うまいもんがたくさんありそうなんだぞ。ん？ああ、確かに地元企業は屋台を出してるし、町のレストランも特別メニューを売ってるな。ああ、なるほどね。企業がなんだね。すごいな。俺様も行きたい。連れてけ、デュース。頼んだって無理だよ。手間がかかるだろうし、どうせダメに決まってる。まあ確かに申請が大変だからな。いいの？嘘でしょ？今までのやつらこんな心よくいいよって言ってくれたの、なかなか。あ、エペルの時ってどうだったっけ？エペルの時も心よく誘ってくれて、二人目だね、心よく誘ってくれんの。なんかお前ら優しい、ありがとな。え？いいの？めっちゃ驚くじゃん。おう、祭りは賑やかな方がいいって母さんがよく言うんだ。グリムが来たいなら一緒に行こう。あー、なるほど。母ちゃんもノリがいい系だろうな。おー、やったー。みんなもどうだ。あ、それでここにいるメンバーを誘うのか。いた、いいの？なんかもう不安っていうか、で怪しんじゃうっていうか、今までここまでさ堂々と誘ってくれた人なかなかいなかったから。めっちゃ言う。当然だろ、余計な気なんて使わないでくれ。優しい。やった、もちろん行くよ。うん、学園の友人と一緒にお祭り行くなんてすごく普通の学生っぽい。いいじゃんいいじゃん。僕、親戚が時計の町の近くで暮らしてるんだ。へえ、結構豊作村から距離あるよな、おバラの王国って。だから時々話を聞いててさ、前から行ってみたいと思ったんだよ。あ、そうなんだ。え、そうだったのか、知らなかった。そういえば故郷の話なんて詳しくしたことなかったな。うん、まああんまみんなしないよね。それじゃあ友達を4人連れていくって母さんに伝えておく。あ、ちゃんとグリムも入れてくれてる。こっからシルバーをどう誘う。あ、おいや、近っ。デュース、近い。絶を使うな、シルバー。びっくりした。シルバー先輩じゃないですか。こんにちは。いきなりどうしたんですか。デュースたちの会話が耳に入ってきたのだが。おう。あ、うるさかったですか。すいません。そうじゃない。頼み事があるんだ。ほう。俺に目覚まし時計を買ってきてくれ。ああ、部屋にありますもんね、いっぱい。目覚まし時計。それで一緒に行くことになるのか。面白。行く理由面白。そうだと思う。そうか。なんだなんだ、目覚まし時計ね。いや別にこれ、それぐらいは別にいいけどさ、デザインとかなんかある？これがいいみたいな。ああ、俺も今朝寝坊してしまった。ああ、
何度目だとトレイン先生もご立腹だ。あ、そっか、2の A はトレイン先生か。このままではいけないと反省している。まあ事情もあるし複雑。そこで目覚まし時計の数を増やそうと考えていたところだ。まだまだ増やす、目覚まし時計の問題じゃないような気するけど。時計の町で作られている時計は品質がいいと親父殿から聞いたことがある。まあ、時計の町っていうぐらいですからね。そうですね、時計ショップはたくさん見かけます。時計ショップも最近まあデパートの中ぐらいしかないよね。近所にね1個あるんだよね、時計屋さんみたいなのが。茨の谷でも噂になるぐらいってことはよっぽど品質がいいんだね。そうなんじゃないかです。何そのあやふやな返事どうした。時計の町や部品工場が多いのは知ってるけど品質とかまではわからないから素直か。わからないって、時計の町っていうぐらいなんだから時計は名産品なんでしょ。そうだと思う。多分自信がなさすぎ。多分地元の名物のこと何も知らないの。さ、エペルは詳しかったよな確かに。信じられない。もっと地元愛を持たなくちゃダメだよ。不良ほど地元愛あるイメージなんだけど。そうか、随分熱く語るな。僕のデータによると精密機械の部品を作る職人が多くて時計産業も盛んだよ。品質は折り紙付きで精度も耐久性も一級品、高級品から安価な商品まで売ってるんだって。ああ、じゃあそうじゃん、名産じゃん。さすがオルト、調べてくれたんだな。なんだお前振り押しすぎて地元のこと何も分かってないタイプの人代金は払う。一つ買ってきてくれないか。それは構いませんが、どんなやつを買えばいいんだろう。そうだ、シルバー先輩も一緒に来ませんか。そうすれば気に入ったものを自分で買えますよ。いいのか。おお、ここで。はい、シルバー先輩さえ良ければぜひ。そうか、喜んで同行させてもらう。はあ、なるほどね。これで僕含め6人だな。さっきから随分人数を気にするんだね。泊まるわけじゃないのに。母さんに友達を連れてくるなら人数を教えてくれって言われて。これまさか母さん出てくるフラグ立ってんな。一人で帰るって言ったんだけど。まあね、そうね、こんな大勢だって知ったらきっと母さんびっくりするぞ。ああ、いいじゃんいいじゃん。そうだよな、いろいろあったもんね。そっか、同級生のお母さんに会うのってちょっと緊張しちゃうな。エペルの時はバッチだったもんな。デュース・スペードさんのお母さんってどんな人なんだろう。あ、多分だけどヘルメットはかぶってない。お祭り、屋台、料理、楽しみなんだぞ。にゃははは。こいつ料理のことしか考えてない嘘だろ。あ、もう行くのか。大体そうだよな、鏡の間ついたら行くんだから。で、前回何曜日だったのそこなんだけど。おはよう、みんな元気してる？おはようございます。元気か。おはよう。みんな20秒の遅刻。ああ、こまいっけ。でもほんと集合時間ぴったりに来たんだろうな俺ら。オルとオコだよ。細かい。いやでも5分前行動って大事だと思うぞ。わ、悪かった。それじゃあシルバー先輩が着いたら出発しよう。フラグ立っちゃった。ああ、フラグ立っちゃったよ。だろうな、先輩だから。しかも強く出れないっていうシルバー、誰か LINE ぐらい交換しとけ。来ないねこういうこともあるから目覚まし欲しいんだろうな。もしかしてまだ寝てるんじゃ。あ、走ってきた走ってきたこれ来たぞ。すまない遅くなったどれぐらい待ったんだろう。シルバー先輩大丈夫です、僕たちも今来たところなんで。うわ、優しい彼氏彼女みたいな待ち合わせをしてるのに寝坊したんじゃないかって思っちゃいました。先輩は真面目だしそんなわけありませんよねさっきの話聞いてたかデュースな。いや、その通りだ、今日も寝坊したなんか見た目ちゃんとしてるのに寝坊するタイプみたいな、なんか面白いなこれ。約束の10分前には到着したいと思っていたのに起きたらその時間だったのでとても驚いた作文が下手な人の文章みたい。だから髪の毛が跳ねてるんだいつもこの髪型だろ。意外だけど親近感あるかもあ、なるほど、近寄りがたいディアソムニアの生徒でなんか急に親近感ある。いいね、なんかこういう感じで近づいていくのかな、ディアソムニアの連中とは。みっともないところを見せてしまったな。
目覚まし時計を4つセットしていたんだが、4つもだから時計欲しいんだよな。これはよっぽど性能のいい目覚まし時計を探さないとだね。デュース君、それなん、まあ、魔法のこともあるんだろうけど、音でも起きないってことか。そうみたいだな。それじゃあ出発しましょう。あ、行くんか。久々だな、この鏡で移動するの。イベントでしかもう今見ないもんね。